皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。本日ご紹介する機材はですね、こちらですね。このめちゃめちゃでかいレンズです。はい、このレンズですね。これツアイスっていうメーカーから出ている、まあカールツアイスですよね、発売されているオータス 28mm の F1.4 っていうレンズです。これの、キャノンイオス用を、はい、グーパスさんからお借りしました。70万ぐらいするレンズなんですよ。めちゃめちゃ高いんですけど、これをですね、この GFX につけて、撮影をしてみました。今日はその撮影画像と、どういうレンズだったかっていうのをご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。オータスの 28mm をなぜ私が借りたのかっていう経緯をお伝えするとですね、 GFX100S というこのカメラ、私富士フィルムのカメラすごく愛用してるんですけど、このカメラめちゃめちゃいいんですが、使うレンズでね、その星向けのレンズが厳しいというかないっていう状態なんですよね。F2.8 よりも明るめのレンズ、できれば F1.4 あると助かりますよっていう感じで、ちゃんとね、星空での撮影で使えるように真ん中から周辺までしっかりと点で写るものが、いいんですけども、富士フィルムさんでですね、期待していたズームレンズあるじゃないですか。すいません、20から35の F4 でしたっけ、ちょっと待ってください、覚えてないんですけど、そのレンズがですね、星空向けで発売してくれるかなと思ったら、それが F4 だったんですよね。やっぱり F2.8 で GFX のレンズってなかなか難しいんだなと。その金額的に100万超えてもういいですかみたいなレベルになってくる話なので、やっぱ現実的に難しいなっていうことで、自分の中では割と、ね、今は腑に落ちてるんですよ。まあそういうこともお伝えしたくて今日動画撮ってるんですけど、で実際はなんかそんな不便さもちょっと楽しみながらやっている感じにはなってきたんですけども、今のところですね、最善の方法としてはフリンガーのですね EFGX のマウントアダプター、キャノン EOS 用から GFX のマウントに変換するアダプターをつけて、はい、でここが EOS マウントになってますので、はい、このオータス 28mm をつけまして、はい、こういう風になります。でかいねー。でやっぱりフルサイズ用、キャノン EOS 用のレンズをつけるので、めちゃめちゃセンサーサイズが大きいんですよね。まあ、このシステムで使った時にどうしても周辺に蹴られが出たりとか、あと真ん中は点でも周辺まで、点で映らないとか、レンズフードが映り込むとかね、いろんな問題があるんですけども、まあ、それらを加味してですね、どこまで楽しめるのかっていう感じで、やってるんですよね。で去年アメリカの撮影に行った時はこの GFX に、シグマの 14-24 の 2.8 っていうレンズをつけて、行ってました。まあそのレンズで使うのがバランス的にはちょうどいいのかもしれないんですけど、やっぱり F2.8 よりももっと明るいレンズだといろいろ撮影の幅が広がるんですよね。でまあ 28mm なんで成形写真で使うにはそんなに広くはないですが、そのトリミングして使うぐらいが 28mm も若干ワイドになる、まあ、22mm とか 24mm ぐらいで使えるのかな、うん、そんぐらいの換算で使えるような感じだったんですよね。でこれですね、装着してみて思ったんですけど、めちゃめちゃフロントヘビーなんですよ。でかい、とにかくでかい、レンズがでかいのでフロントヘビーになりますので、そこはなんか若干対策したんですよね。アルカスイスの縦にアルカスイスの横がついてるやつに、まあ、こういう、これホームセンターで買ってきたんですけどね。ホームセンターで買ってきたこうネジつけて、ここにゴムつけて、これもどっちもホームセンターで買ってきてるんですけど、これをこういう風に装着してですね、まあ、これはもう自作しましたけど、ここにこういう風にレンズを当ててという風にすると、一応ね、ここがね、前側のフロントヘビーさをちょっと助けてくれるっていうような感じで、こんな感じにして撮影をしてきました。まあ、ここからはこの実際この組み合わせで撮影してみてどうだったかっていう画像をお見せしながら
レビューしたいと思うので別の部屋からお届けしたいんですけど、とりあえずですね、私も次借りたいものがあるので、これグーパスさんから借りてるんですけど、とりあえずね、グーパスさんに返却をしたいと思いますんで、はい、それでは、実際に撮影した画像を見てみましょう。この前に見ていただいた動画なんですけど、もうね、2ヶ月前に撮ったやつなんですよね。で、もうどんだけ眠らせるのよって感じなんですけど、これからちょっと画像を見ていこうかなと思います。2ヶ月動画制作が遅れたっていうのは、実際その画像をチェックしてみてですね、思ってたよりもいい結果じゃなかったんですよね。だからちょっとやる気をなくしたっていうところなんですけど、いや、いいレンズなのは間違いないんですけどね、ちょっと私の用途には合わなかったっていう結論なんですけど、いや、合わなかったじゃないな。ね、いけるんですけど、もっといいと思ってたっていう感じかな。まあ、見てみましょうか。で、今回、オータスの 28mm の F1.4 なんですけど、ちょっと前にですね、シグマの 28mm の F1.4 っていうレンズも借りて使ってるんですよ。で、それもちょっと、この際だから見せようかなと思いますんで、ちょっと見てみましょう。で、これで見ていくとね、これレンズフードをつけた状態なんですよ。レンズフードをつけた状態でやっぱ結構蹴られるんですよね。で、レンズフードを外すとこういう感じ、この横の両サイドの黒いやつっていうんですかね、これがレンズフードあり、なし、あり、なし、あり、なしで、レンズフードをつけない方がまあ蹴られが少なくなります。ただまあ、こんだけやっぱりね、蹴られますんで、端っこ見るともう真っ黒なんで、これもう完全に蹴られ、映ってないっていう状態になります。でまあ、これだけ蹴られるので、トリミングして使う、とまあ、こういう範囲で使用することになりますよ、みたいな感じなんですかね。まあ、GFX らしいそのフォーマットっていうか、画角、そのアスペクト比ですよね、にはなるので、これはこれでいいと思うんですけど、こっちがね、35mm フォーマットモードの、写真になりますね。で、2.8F2F1.4 かっていう感じですね。はい。で、これが F1.4、感度8000、5秒っていうシャッタースピードになります。これで拡大してみたときにですね、これね、わかります？なんか中心像からもなんていうかおにぎりになってるんですよね、星がね、おにぎりになってるんですよ。一見シャープそうに見えるんですけど、で周辺見るとなんていうか、そんなにサジタブクロマフレームもピョッと出てなくって、結構シャープめなんですよね。結構シャープめなんですよ。でもね、中心像がね、意外にこうハロー、青ハロというか、なんか青いにじみが出たりとかしてて、もう鋭いっちゃ鋭いんですけど、ピントが追い切れてないのかなって思って、いろんな画像を見てみたんですけど、どの画像もこんな感じなんで、多分そうなんだと思う。一応ね、前回の以前の動画で紹介したフォーカスオンスターズっていう、ちょっとこっちにサムネイル貼っときますけど、フォーカスオンスターズっていうやつを使ってピント合わせを行ったので、ピント合わせはね、間違いないとは思うんですよね。この部分をちょっと拡大しましょうか。これ F1.4。F2。F2.8。F2.8 になったらめちゃめちゃシャープになるんだよね。で、例えばこの写真見ても、他の写真見てもやっぱり同じ写りなんだよね。こう、ちょっと中心像が F1.4 だとほわっとして写るっていう、これなんか内側に対してこう、ハロが出てるような感じですよね。で周辺見ると、まあ、周辺のサジタルコマフレアの量的にはこれ 200% でこれなんで、 100% だとそんなにね、気にならない。まあこれだったらまだ我慢して使えるかなっていう感じなんですよね。そうなんですが、 F1.4 の描写がね、中心像があまり良くないっていうことが結論みたいです。なんかこういう写真見てもね、一見良さそうに見えるんですけどね。ちょっと明るくしますね。一見良さそうに見えるんですけどね。でもね、こう拡大してみると、こう、ちょっとおにぎり型になるっていうのかな、星が。で、ちょっとほわっと映る感じですね。シャープっ
ちゃシャープなんだけど、なんか当たってない感じっていうのかな、ちょっとうまく言えないんですけどね。とりあえず F1.4 はまあこれ画像処理してたらこの手の、ものっていうのは基本的にはもう消せるので、プロファイル個性かけてみましょうか。オータス28の F1 ってありました。これをかけてみましょう。はい、これをかけてみましたが、そんなに色修差とか変わらないかな。でこういう色修差って消せるんですけど、あの本当にね、そのなんていうか、消しすぎると他のところに、こういうところに影響が出るんで、こうやってこういう感じで影響が出るんですよ。だからあんまりね、できればやりたくないんですよね。だからないのがいいんですけど、ちょっとフリンジ出てしまうというか、いう感じですね。ここはもう失われちゃうからね、フリンジでね。っていう感じで、ちょっと F1.4 の描写は、微妙かなっていうのが結論ですね。で、F2 も割とギリで、F2.8 になるとさすがにシャープになるっていう感じですかね。まあ、だからその F2.8 でいいのは、なんか当たり前というか、もう、F1.4、F2 で使えればいいなっていう感じだったんですけど、まあ残念、まあすごくいいレンズだったんですけどね、いいレンズなんですけど、まあこういうレビューもありかなと思うんでちゃんと言うんですけど、なんだかんだで、まあ設計の古めのレンズというか、昔のレンズなのかなっていう感じはしますよね。全然使える気もするんですけどね、こうやってパッと見てもわかんないじゃん。ね、ただ大きいプリントとかにはこう向かないなっていう感じはしますね。でね、過去にシグマの28の F1.4 っていうレンズを使ったことがあって、ちょっとそれもね見てみようと思うんですよ。全然環境違うところで撮ってるんで、まあ、参考になるかどうか分かんないんですけどね。この画像、シグマの 28mm の F1.4 で撮影した画像なんですけど、まあ、これの中心像を見てみるとやっぱり同じ傾向なんですよ。ただオータスより出てない気しない。空の暗さが、さっきの画像はオーストラリアなので空の暗さが違うから、ちょっと一重に同じようなことは言えないんですけど、やっぱり内側に対してこう、なんていうかハロっぽいのが出るおにぎりになるなみたいな、そういう感じはあって、このシグマの28の F1.4 もグーパスさんで借りたんですよね。だから今手元にはもうないんですけど、こうなんですよね。で F2 で撮った画像があったんですが、 F2 になると、これシャッタースピード10秒なんで流れてはいますけど、さっきのなんかおにぎりみたいな形のやつはなんまなくなるんですよね。でその周辺のサジタルコマフレアを見ても、この辺はちょっと色修正出るけどね。まあオータスの28の F1.4 は全体的にこうシャープなんですけど、基本的には F2.8 で使うのがいいかなっていう感じで、ね、シグマの28の F1.4 は F2 からならまだ使えるのかなっていう感じですね。結構値段の差があるんでね。これどっちが後に発売されたんだろうね。ただなんていうか、こう総評としてどちらのレンズもこう描写性能的には問題ないんですけど、まあ、特有の、色修差っていうとか星の形が崩れるっていう現象が、開放付近だと起こりやすいと。ということでちょっとまとめようかな。両方ともいいレンズです。いいレンズです。ただ GFX で使う分にはちょっと向かないかところがあったかもしれない。難しいね。いやそもそも EOS 用のレンズだし、どっちもフルサイズ用だから、しかもその今みたいに星空ってガンガンその星空向けのいいレンズが出るような時代じゃなかった頃のレンズなんで、まあこういう結果なのはしょうがないんですけど、まあ、とりあえずまだ GFX で成形写真を撮る時の理想のレンズ探しの旅は続くという感じですかね。なんかね、ちょっと最後に一つ言いたいんですけど、この動画見るとこの両方とも2つとも大したことないじゃんって思うかもしれないんですけど、描写はいいんですよ。
ちょっとね、ただ星に向いてないっていう感じかな。星に向いてないっていうか、星で使うならもう一押し欲しいっていう感じ。なので、あくまで、まあ自分の用途にでやった時にね、ちょっとした問題が起こるかもしれないみたいな感じなだけなので、そのものが良くないっていう風に思われたくないなっていうのはお伝えしておきます。なんか難しい言い方になりましたけど、とりあえずですね、今日の動画はここまでにしましょう。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。どうもどうも、ありがとうございます。